おはようございます。誰が呼んだか、心優しきパンクロッカー山田バサラです。今日は日曜日用の動画なんですね。今日はあの日曜恒例の日曜ユンタク雑談なんですが、今日はなんとですね、我が家にスペシャルなゲストが登場してます。皆さん誰が出ると思いますか？多分皆さん絶対当たらないと思います。じゃあ本日のゲストのどうぞ登場です。どうも、広瀬すずです。広瀬すずじゃない、誰じゃない、多分じゃないはず。あ、じゃなかった、じゃないはず。広瀬すずを一回潰して潰してちょっと伸ばして伸ばしてで、ちょっと縮めて日焼けした。それは別の生き物ですよ。もう宮川智子です。宮川智子さんです。いやすごいですね、我が家に。我が家に、いや、いいね。初めましてで、初めましてで、そこいいですけど。ねえ、いいんですか？大丈夫です。はい、いや、何のつながりみたいな感じね。何のつながり、ちょっとじゃあいろいろ聞いていきましょうね。はい、玉子さんは、はい、宮川玉子ねっていう名前だけあって、宮川大好き花子師匠のお弟子さん。あ、そうなんです。大阪で活動してて、うん、最初本名は玉木なんですけど、うん、まあ、その時玉木でやってて、うん、でその後にマングース玉子になって。あ、マングース時代もある。マングース玉子の時に拾ってもらって、うんうん、なんか黒くて汚い沖縄の子がいるから拾ったってくらい花子って大好きでしょ、だったので拾われて、付き人やった後に、うん、あのもう日本一の夫婦漫才師、私も尊敬してやまない、あの宮川大好き花子。すごい。であいつらもすごい。何年目、もう宮川玉子っていう名前で芸歴は、18、19ぐらいやってますね。っていうことはもう20年近くやってますね。すごい。もう仲いいですよ。大好き花子超仲いいですよ。大好きねえ、すごい。はい、住み込みやってた時は、うん、めっちゃやっぱ厳しい、うん、いろんなこと教えていただいたんですけど、たまちゃんだからもう少し仲良く、はい、仲良く。でたまちゃんは、まあ僕らの、ごめんなさい、ちょっと蚊取り線香、蚊取り線香めっちゃ咲いて、冬場なのに、はい、蚊がちょっといたのでね。いや、沖縄ですね。たまちゃんは、まあ僕とのなんかこうつながりなんですけど、はい、実は僕のおばさんが大阪で、はいはい、イチアリバというお店をやってて、うん、そこでバイトしてたんですよね。そうです、初めて芸人になった時に、うん、あのバイトさせてもらったところでもあって、はい、でそこでも十何年かお世話になってて。あ、そうなんだ。はい、いや、10年ぐらい10年ぐらいバイトさせてもらってて、約10年、でバイトさせてもらいながらめっちゃ壊してもらって、うん、な、大阪の大正区ってその沖縄のコミュニティのあるところでしょ。はい、でなんかイチャリバっていうのは結構、まあ、有名らしいですね。有名です。ガード下にあって、大正駅のガード下にあって、うんうん、沖縄料理と沖縄物産店やってるんですよ。へえ。沖縄物産店とかではもう沖縄のいろんな食材が置かれてるんですけど、うん、で沖縄料理があって、で、はい、沖縄物産店にアホの坂田氏が来たんです。私がレジ打ってる時も来てました。何回かあのおじさんから聞いてます。はい、その僕のおばさん、まあ、あの、はい、三重子おばさんって言うんですけれども、はい、イチャリバの三重子おばさん、あと正おじさんっていうですね、はい、あのうちの親父の一番末っ子のおじさんがいて、実はそのおじさんが昨年末に、まあ、あの僕のツアー中に亡くなってですね、うん、それで実は前々から、あの、玉子さんのことは僕は知ってたんですよ。はい、その正おじさんから、亡くなった正おじさんから聞いてて、ターマーって話聞いてたから、はい、僕もね、なんかずっと気になってて、ツアー中に、Facebook に初めてお友達申請に合わせて、実は僕は、あの、イチャリバのオーナーの、うん、あの、おいっ子っていう感じでね、はいはい、ね、あの、目を置くと、それですぐ分かってくださったみたいで。あ、分かりました。だって、写真見せたら正おさんそっくりです。ほんと、はい、ほんと、じゃあよかった、まさおさん、お互い男前っていうことで、お互い知っときましょうね。はあ、ということで、まあ宮川玉子さんとこうやってなんか不思議な、はい、あの縁でつながりまして、はい、うん、玉子さんはもうじゃあ20年以上20年、もう21年目突入ですね。あの、一つお伺いしたいのは、はい、まあ、一つか二つお伺いしますけども、はい、あの僕ね、うん、今毎日 YouTube 始めた理由のきっかけの一つとして、はい、僕ツアー周りずっとやってるんですけど、うん、15年ぐらい。すごいですよね。やっぱり内地の方、沖縄県外の方のツアーミュージシャンって、うん、やっぱり MC がうまいんですよ。あ、お客さんを転がして、はい、まあ、うまく話を転がして、はい、やっぱ物販とか CD 買ってくださいねとか、うん、またライブ来てくださいねって、そういうファン の、はい、あのつなげ方、うん、それがやっぱり僕下手だなと思って。いや、そうですか。そうでもないんですか。あ、そうですか。でもそれを鍛えたくて、はい、毎日喋って、はい、うまくなりたいなと思ったわけ。はい、玉子さんってやっぱこうお笑い芸人でしょ、はい、として、まあ、女優かもしれないですけど、はい、女優こそやる、ね、広瀬、あの、その中で
苦労ありました？沖縄の人独特のリズムとか喋りとか。あ、めっちゃとろいからですよね。はい、とろいから、うん、あの大助花子がめっちゃうざがってた、うん、本当そんな言っていいの師匠なのに本当。あ、でもあの師匠が逆に優しくて、うんうんうん、あのいろいろ教えてくれて、でも結構謹慎とかいっぱいあったんですよ。あの沖縄の人の独特みたいな感じでとろすぎてみたいな。例えば大助花子玉子でご飯食べてて、大助師匠おかわりって言ったら、うん、私が食べかけたご飯をパンって入れたりとか、これ沖縄だけじゃないですかね、沖縄でもやらないと思いますけど、あの私が食べかけたやつを入れてあげて、うん、私が新しいご飯入れて食べてたら、うん、花子師匠がめっちゃ怒って、はい、わかりますなんか独特だね。独特です。わかります？わからないわからない。もう後でちょっと見直さないとわからない、はい、なんか言えば本当は大助花子玉子でご飯を食べてておかわりしたら新しいご飯を師匠に入れてあげて持っていかないといけないです。あ、そういうことか。はい、だけどあの大助師匠がおかわりって渡されたので、うん、自分が食べかけてたやつをあ入れてあげて、うん、師匠にあの送るやつをあげて私が美味しいのを食べて結構普通にやってたの、はい、普通にやってました怒られた？花子賞が怒られました大助師匠はめっちゃ、うん、あの食べてました。はい、そういう意味では、まあ、優しいっちゃ優しいね。優しいですね、友達感覚みたいな。でも謹慎のたびに沖縄に帰ったりとかして、うん、でもちゃんとすいませんって言って、あの師匠の家に戻った時は、うん、シーサー、うん、ここにシーサーいっぱい、あのシーサーを大体、うん、守り神じゃないですか、うんうんうん、で大助花子師匠すいませんってシーサーを渡して、うん、でそしたらあの気づいたら大助花子の家シーサーで守り神がいっぱいいる。めっちゃいっぱいいます。いろんなところに隠れてます。でも花子さん、あ、でも玉子さんって、はい、結局沖縄って、うん、まあ、売れてる芸人さんって最近結構いるでしょ。ガジセールさんとか、はい、スリムクラブとか、はい、の中で女芸人さんってあんまりいないでしょ。売れているっていう、本当に、あんまりいない。まあ東京はいっぱいいるんですけど。あ、東京いる。はい、東京はいっぱいいますよ。渡辺直美ちゃんとか。あ、僕が言ってるのが沖縄初の泉弥生さん。あ、そっか、泉弥生さん、中田幸子さんとか。あ、そっか。はい、もう一番の大御所で。吉本でもっとこう出てきてほしいなとかってある？若い子もっと沖縄の。そうですね、女芸人、うん、でも大谷あゆみちゃんっていう子も頑張ってるし。あ、大谷あゆみちゃんね。ハイビスカスパーティー。見たことある、見たことある。はい、もう頑張ってるし、なんか結構一応頑張ってますよ。本当。はい、あ、まあ女の比率が少ないですよね、でもね。ねえ、うん、やっぱ傷つきやすいんでね。本当だよね。はい、なんか昨日いろいろ話聞いたら、うん、ちょっとブスって言われて、誰が辞めた女芸人がいたりとかをするので、あ、女の子を捨てないといけないなと思いました。そこら辺って大丈夫？いじられたりとかも全然いける？大丈夫、うんこって言われて大丈夫です大丈夫なの？大丈夫です。すごいね、やっぱ芸人ってすごいねいやー、うん、本当に僕尊敬してます、いや、ツアーだ、いつも思うんだけど、歌でお客さんを感動させるというのは、はい、まあ変な言い方だけど、僕はできる自信があるけど、うん、やっぱ人を笑わせるっていうのは、はい、本当にすごいなって僕は尊敬してますよ。あ、でもすごいですね、うん、やっぱ。でも私どっちかと言われたら、うん、笑われてる方なんで笑わせるんだけど、笑われてる方、はい、笑われてる方かもしれないですね、まだ。はい、笑わせないといけないですけど、やっぱでも今ガレージセールさんとかが超お世話になってるんですけど、うんうんうん、ゴリさんとかやっぱ川田さんとかのこの扱いとかいじりとかがすごくうまくて、うん、ちゃんと突っ込んでくれるし、ね、はい、でちゃんと生かしてくれたりするので、うん、そこで学んでます。あ学ぶところ、なんかたまちゃん、なんかもう僕も歌やっていろんなイベントもやってるんで、うん、まあ、これご縁だと思ってるので、はい、なんか機会があれば、はい、なんか僕のイベントでもそうですけども、なんかご一緒できればいいかなと思ってますんで。めっちゃ出たいです。マサオさんが言ってます。マサオさんおじさんありがとうございます。マサオさんが来てます。大丈夫、吉本は色の縛りない、大丈夫大丈夫。吉本はうちのマネージャー、ね、ありがとうございますということで、今日はですね、なんと宮川たまこさんが我が家に来てたということでございまして、はい、急遽ですね、はい、動画を回しました、はい、ので、まあ、沖縄でもまたいろいろ活動あるでしょ。あ、はい、ありますので、ぜひはい、YouTube もやってますよね。 YouTube やって、あんまり上げてないけどやってます。 YouTube で、あとなんか情報知りたいと思ったら何で情報を、基本は SNS、うん、Facebook、Twitter とインスタやってます、ね、やってますか。はい、わかりました。はい、ぜひじゃあ宮川たまこさん、直接メッセンジャーくれてもらってます、はい、バサラつながりで、はい、はい、見たよということで、はい、はい、ということで、なんと今日頑張ってくださいね活動
て応援してます。俺も応援して、はい、僕も応援してますよ。マサオさんって言いそうです。あの話はテレアマサオ先生っていうあの大師匠もあのうちの近くにいるのでね、三振のマサオさんがいっぱいいるんですよ、あのうちの周りには。はい、マサオつながり、はい、ということで、あのたまちゃん、僕のこの YouTube 最後いつも、はい、今日も元気にサラバンジって言ってるんですよ、はい、サラバンジって意味わかる？サラバンジって何でしたっけ？ね、うちのあぐちで絶好調とか、今が旬だぜって意味なんで、あ、いい、よろしかったら一緒に、はい、いいですか？はい、じゃあ今日も一日サラバンジー、たまごちゃんでした。ありがとうございます。